ダーフィト・フォンクラフトは、ドイツ生まれのスウェーデンの画家である。スウェーデンの宮廷画家、ダーフィとエーレンシュトラールのおいで、おじの後を継いで、スウェーデン王室の宮廷画家となった。ハンブルクに生まれた。父親については知られていないが、母親は、ダーフィとエーレンシュトラールの姉妹であった。エーレンシュトラールは1650年代初めに、スウェーデンに移り、肖像画家として成功し、 宮廷画家となり、1674年に釈位を得た。クラフトは、子供時代に両親を失い、1675年に、ストックホルムの叔父に引き取られ、叔父の工房で、助手、弟子として育てられた。カール11世の王妃ウルリカエレオノーラから費用を受けて、デンマーク、ドイツを経て、イタリアに修行に出た。王妃の親類の肖像画を描いて送ることも、命じられた。 イタリアには1687年につき、ベネツィアに1年、ローマに3年間、ボローニャに1年間滞在した。さらに、ベネツィアを旅した後、1694年にパリで修行し、1696年にストックホルムに戻った。1698年にエーレンシュトラールが没すると、宮廷画家の地位を継承した。1697年に即位したカール12世の、 肖像画を描き、カール12世が大北方戦争でスウェーデンを離れている間は大平の肖像画を描いた。クラフトの肖像画は当時の王の服装をよく伝えている。また、スウェーデン軍の将軍や有力者の肖像画も残した。弟子の肖像画家に、ヨハン・ヘンリク・シェッフェル、オロフ、アレニウス、ローレンツ・ツパシュがいる。ありがとうございます。